皆さんご案内の通り、フェアラックアジア中南米協力フォーラムの第4回外相会合は1月の16、17日に開催されます。次に申し上げますような4つの優先議題について議論することになっております。第1番目は環境持続可能な発展ということです。2つ目は世界的な金融経済危機の対応です。3つ目は社会的な包摂、4つ目がフェアラックの将来の方向性という点です。それぞれの議題について一言ずつ申し上げますと、環境持続的な発展ということについては、つい先だって、コペンハーゲンで COP15 の会合がございましたけれども、気候変動というのはアジア中南米含むですね、地球全体にとっての課題ですので、気候変動への取り組み、さらにはフェアラックではもう少し地に足についた議論をするということで、具体的な例えば環境技術の共有とかですね、環境ビジネスの促進とか、お互いの地域の経験を共有できるようなですね、議論をできればなと思っています。2点目 の、 世界経済危機への対応ですが、世界の経済金融危機は各国の努力もあってですね、まだら模様ではありますけれども回復基調が見えてますが、まだまだこの問題については各国が協力してですね、取り組みをしていく必要があるかと思います。そういう意味でアジアも中南米もこれまで80年代90年代にはそれぞれ経済危機を経験しておりますので、そういう経験、またその危機を乗り越えた取り組みをですね、お互いに共有し合ってですね、また地域間の協力を通じていかにこの危機を乗り越えていくかという点について、議論することが考えられております。3番目の社会的包摂ということですが、社会的包摂ってなかなか聞き慣れない言葉ですけども、英語で言うとそのソーシャルインクルージョン、今回 の、 経済危機などでもですね、企業で言えば中小企業、社会層で言えば貧困層、いや社会的弱者がですね、一番危機の影響を受けているわけですけども、そういうことを念頭にですね、貧困とか格差とか、阻害のない調和的な社会を、作るにはどうすればいいかという観点から、議論をするというのがこの議題の趣旨でございます。4番目 の、 フェアラックの将来の方向性ですけれども、フェアラックは先ほど申しましたように誕生して10年ということで、やっとそのよちよち歩きの赤ちゃんからですね、青年期に入ってきたということかと思います。今後フェアラックをより一層その意味のあるフォーラムにするためにはどうすればいいかという観点から議論を予定しております。特にそのフェアラックが今後取り組むべき優先分野を明確にしたりですね、会議の運営方式をもう少し効率化したりですね、そういった分野での検討が予定されております。最後に日本の役割ですけども、日本は今回会合の発足国としてですね、議論を意味ある方向に導いていくという仕事があります。それに加えて日本はこれまでアジアと中南米それぞれの国々とですね、非常に緊密なネットワークを持っております。そういうネットワークを活用しながらですね、今後とも両地域の駆け足的な役割を果たしていくという、そういう決意で会合に臨もうとしております。そういう視点から日本として、取り組み可能なですね、様々なイニシアチブも会議の中で紹介していきたいと考えております。